総鉄3000系電車は、かつて、相模鉄道に在籍していた、通勤系電車である。なお、本校では、初代3000系電車を車体更新した3010系電車と、そのカルダン駆動、VVVF インバータ制御化改造車の2代目、3000系電車についても記述する。潜在復興時の1940年代から50年代に、かけて集められた車両のうち、 20メートル級の国電型車両の電動車をもは3000系、付随車を区は3500型とし、まとめて3000系という名称で統一したものである。各車両は片側4つドアの国鉄63系電車タイプか、片側3つドアのタイプの2つに大きく分けることができるが、当時、ウゴの竹のコのように乱立していた、零細車両メーカーが、 戦災や事故で破損した車体を修理、製造したものもあり、様々な外観のものが存在していた。モハ三千一から三千三点三零0 6区三千五百一から三千五百三元は、東京急行電鉄が、小田原線向きに割り当てを受けた六十三系、払い下げ車の千八百系である。このうち、出波1803、区八百五十三、デハ千八百八。 区派1858の2両編成6本が厚木線の東急委託時代に二股川駅海老名駅間用として転属してきた。1947年の委託解除により、そのうち1806から1856から1808から1858までの3本が東急時代と同一車両番号で相鉄に譲渡された。 これらは1951年にモハ3001区ハ3501からモハ3003区ハ3503までの車両番号に改められた。また、モハ3001から3003に関しては、昭和20年代後半に当初装備していた 128kW 級の主電動機を、モハ1系及び ED10 型に転用して、100kW 級の主電動機に換装された。 工述のように後に再び主電動機の換装が行われ、最終的には 142kW 級の主電動機を搭載した。1960年には2両編成の3000系を3両編成化するにあたり、3503を電装、方向転換しもは3006とした。1964年から1965年にかけて、機器。 大枠を流用して3 0 1 0系に更新され、車両番号は原番号プラス10とされた。モハ3004元はモハ1300系13 1300.1303から1306と同時に払い下げを受けた20メートル級の潜在消失国電で、種車はモハ60系である。1949年にホンダ工業所で車体を修理し、 もは1300系の続番である1307として復旧した。種車の関係で、側面は63系払い下げ車と異なり片側三扉である。1951年の開版でもは3004となったが、1965年の3010系への更新の際には機器のみがもは3014に流用され、車体、大枠は解体された。 モハ3000号源は国鉄サハ48系の自己廃車車体の払い下げを受けたものである。1953年に浦田車両で側面3扉か、電装か、両運転台かの工事を受けモハ3000号となった。この車両も1966年の3010、経営の更新の際には機器のみがモハ3015に流用されている。 区波3504弦は3001から3 0 3 3 5 0 1から3503 350と同じ63系だが、自己廃車となった、模波63,056の車体を1952年に、下鉄交通で復旧したものである。復旧に際し、前面は、霧妻から、曲線雨まどいのある平妻にされている。また、当初より、ベンチレーターの形状は63系標準の、 グローブ型ではなく、ガーランド型とされ、側面窓は二段窓であった。1965年に3 0 1 0系に更新され、区波3513となった。前述のように区ハ3503が伝送か、方向転換されても、ハ3006に変更されている。また、桜木町事故で悪名が高かった63。 軽グループの狭い三段窓については1955年に二段窓への改造が行われたほか、電動車については1959年から1960年にかけて、主電動機や台車の交換が行われた。前述の初代3000系の足回りと63、系タイプの車両から7両分の台枠を流用し、1964年から1966年にかけて5回に分け、 東急車両製造で新規に製造した車体を組み合わせた車両である。これに加えて、サハ3514を完全な新造することで、合計重量が3010系として落成した。新しい車体は、同時期に製造されていた6000系電車を元にした20メートル級通勤型の車体で、ドアの数は各車両とも片側4つ、両開き式を採用。 デザインも6000系を基本としているが、車高がやや高く、流用品である微灯の形状などの細部が異なる。内装も6000系とほぼ共通で、寒色系の配色でまとめられており、壁面や床は青緑色、座席はすべてロングシートで紺色。空調装置は天井に扇風機、座席下に暖房機を設置している。照明については、 6000系と比べ蛍光灯の数が少なく、1本、あたりのワット数も小さかった。前述のように、主電動機は3000系時代の昭和30年代、半ばに、東洋電気製造製直流直巻電動機、TDK-544 から 1A に統一、更新されており、そのまま流用している。主電動機の動力伝達方式も、釣り掛け駆動方式のままであり、 直角カルダン駆動方式を採用した6000系に比べると騒音や振動の面で劣る。台車は、電動車は軸箱支持方式が、ウィングバネ式で枕バネに、コイルバネを用いた、東急車両製造性の TS-108。制御車及び付随車は当色派3510型が、流用品の TR25A。 サハ三千五百0型は心臓の軸箱支持方式がペデスタル式の空気バネ台車である東急車両製造製 t s 三百二十三であったが九百六十八年にクハ三千五百0型もサハと同型の空気バネ台車である t s 三百二十三 a に交換されたブレーキ装置は当初電磁自動空気ブレーキであったが九百七十七年に 6000系、7000系と同じ日立式電磁直通ブレーキに改造された。車両の役割による番台区分が行われているが、MC 車と M 車の区別はなく、T 車の番号も TC 車の続きの番号で付けられているなど、他の車両に比べ大まかである。もは3010型も、は3010型は電動車で横浜向きの運転台を有する車両と運転台の 内中間車の2種類にまとめて付けられる形式。区ハ3510系区ハ3510型は、付随車で、エビナ、イズミヤ向きの運転台を有する車両に付けられる形式。区ハ3511から区ハ3513の3両が存在する。サハ3510系、サハ3510型は付随車で、運転台のない中間車に付けられる形式。 サハ3514の一両のみ、登場当初は未改造の3000系と連結する形でも運用された。末期は重量編成で運用されていた。また、新造車両の3514のみは6000系との混結が可能な設計となっていた。工事する VVVF インバータ制御加工時のため重量、すべてが等級車両へ送られ、 そのうち5両は2台目3000系化されたが、残りの5両は VVVF 化されずに、車体更新と冷房装置の搭載のみ施行された。その3000重冷房車は営業にはつかず、数ヶ月後に再度等級車両へ送られ3000系となった。その時の公主輸送列車は VVVF 化される5100系を並結していた。 1990年代にドアステッカーが既存の丸型のものから現在使用中のドアにご注意くださいのものに変更。モハ30511986年から1987年の2回に分けて冷房装置搭載、車体更新と合わせて足回りを装鉄では初めて VVVF インバータ制御方式に同時に駆動装置を吊りかけ駆動から直角。 カルダン駆動に変更し、合わせて形式称号を3000形に改めた。制御装置は、東洋電気製造製と日立製作所製の2社のものが一つの編成で混在していた。またこの改造の際、台車を取り替えたものと据え置いたものがあり、重量で4種類の台車が混在していた。尾灯は当初は丸型のままで落成したが、数ヶ月で、 各系のものと交換され外見上は96000系とほぼ相違がなくなった。この改造により相鉄は関東地方の私鉄では初めて冷房化率100%を達成した。この改造の結果が良好だったことにより、続けて5100系が VVVF インバータ制御に改造された。また、電動車2両が電装解除されて付随車及び制御車になり、 このうち3652号車には長らく保管されていた、東急車両 TS-325 型が流用された。これらの改造により1 7 0ット、または1 8 0ットモーターを搭載する MT-4M6T 編成となった。1997年に96000系が営業運転を終了してからは、相鉄では、 唯一低運転内構造で残る車両となったが、1998年に、相模大津駅の留置線で、脱線事故を起こし、一部車両の足回りを激しく、損傷、また一系列一編成のみの存在だったこともあって、修理はされずに8000系8713階に置き換えられる形で、翌1999年に、廃車、解体された。送解除とは6号車を、 電動車から制御車、8号車を電動車から付随車にすることである。電装解除前、編集電装解除後、編集相鉄3010軽電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。